はい、どうもブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします。今回は皆さんにご報告がありまして、急遽動画を回しております。ちょっと遅くなったんですけれども、ここ2日くらい前かなに、なんとね、私のブーチャンネル、登録者数が2万人突破しました。はい、これもね、ひとえにね、応援してくださる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。まあ、1万人を突破した時もすごい嬉しかったんだけれども、やっぱりね、そのまま継続してきて、2万人も突破できたと。私の中で一つ、長期的な目標の中に、まず5万人行きたいなっていうのがあって、でまだね、半分も行ってない状態ではあるんですけれども、まあ着実に、まあ一歩一歩、歩みは遅いですけれども、ちょっとずつ増えてきてるっていうことで、今回2万人達成することができました。本当にね、ありがとうございます。まあこれからもね、私のチャンネルってどっちかっていうと、そのマニア受けのチャンネルっていうか、コアなチャンネルじゃないですか。いっぱい受けするような内容じゃなくて、心霊ネタとか、あと世の中の奇妙な出来事とか、ミステリーとか事件とか、そういった感じのものなので、好き好きってすごく分かれると思うんです。ハマってくれる人はハマるかもしれないけど、もう怖いのダメとかっていう人だったらまるっきり見てもらえない、そんな感じのチャンネルなんで、まあ本当はね、万人受けする動画作りをしていけばもっと伸びるのは早いんだろうけど、やっぱりね、自分のやりたい、自分の好きなジャンルで勝負をしたいので、この辺はね、今後もね、ブレずに路線を変えずに続けていきたいと思うので、今まで応援してくれた方、今後とも応援よろしくお願いします。でよかったらね、チャンネル登録、まだしていない周りに方々がいましたら、ちょっとね、宣伝なんかしてくれて、よかったらチャンネル登録していただけるようにお願いいたします。で今回たまたま初めてこのチャンネルを見たっていう方いましたら、そういう方々もよかったらね、動画を見ていただいて、いいねとか、あとチャンネル登録してくれると嬉しいと思います。で今後の予定としては、まあ今後も、まあ、心霊スポットと、まあ世の中のミステリーとか、そういったものを中心には上げていきます。ただし雪が降ると、私青森に住んでるんで、ほとんどが雪に閉ざされちゃうんで、心霊スポットっていうのはほとんど行けなくなるんですよ。もう物理的にね、除雪がされてない、道になっていない道になるんで、行くことが不可能なんですね。だから冬の間はちょっとお休みさせていただくんですけど、まあ、それまでに、まあ、取れる分取って、で流せる分は流していきたいんで、まあ冬期間いつまで、まあ、心霊動画を上げれるか分かりませんが、上げれる分上げて、それからは春まで心霊動画の方は一旦お休みっていう形にはなると思います。ただね、私これまでも、まあ、何かしらの動画を毎日投稿はしてるんで、で最近その毎日投稿の仕方もメインチャンネルだけでなくて、メインチャンネルとサブチャンネル、2つのチャンネルを並行して動かしてるんで、今日はこっち、明日はこっちっていう感じで、どちらかのチャンネルで必ず動画はアップしていくっていう体制は変わらないと思います。でサブチャンネルの方もね、もう少しで1万人を行きそうなので、そちらの方もね、もし登録していない方がいましたら、登録して見ていただけるとありがたいです。でこのサブチャンネルの方は主に宇宙人とか UFO とか、あとユーマ、未確認生物なんかを中心に挙げております。なので一応ジャンル分けはされているのでね、お好みに合わせて見ていただけると嬉しいなと思います。まあ、短くなりましたが、まあ、改めまして、今回チャンネル登録者数2万人突破、本当にありがとうございました。